カスガ集落は、平戸島の北西部に位置する集落で、住所表示は、平戸市カスガ町、2012年時点で18世帯70人が暮らしている。いわゆる隠れ切りタンが切り開いた棚田の景観が、対岸の行き着き島と共に、平戸島の重要文化的景観の名称で、文化財保護法に基づく、重要文化的景観として選定されており、2017年に、 世界遺産登録審査予定であった、長崎の教会軍とキリスト教関連遺産の構成資産、平戸島の聖地と集落の対象でもあったが、推薦は一時取り下げられ、2018年の第42回世界遺産委員会において、長崎と天草地方の潜伏キリシタイ関連遺産の一つとして登録された。平戸にキリスト教が広まったのは1550年に、 フランシスコザビエルが来航し、布教をはじめ、領主であった松浦隆信が南蛮貿易のため引護したことによる。中でも春日集落は、松浦市の家臣でキリシタンになったコテタヤスマサ、コテタヤス行の所領であったため、1558年より宣教師ガスパルビデラによって布教が始められた。1561年にルイスである名ダが、 カスガ集落を訪れ教会堂を建立したが、その際の様子をイエズス会へ報告した書簡には、カスガに到着すると十字架へ続く道は、生体の行列を待ち受ける時のようなありさまであったと、ある。1565年には、コテデン寮内での一斉回収もあったが、自社との確執があり、神父を追放。 1587年の豊臣秀吉によるバテレン追放令も波及し、平戸各地ではコンフラリアを組織し、神父不在状態で信仰を維持、1599年のコテレン一族の追放によって教会道は失われた。1612年に江戸幕府が近況令を発布、1637年に島原の乱が発生すると弾圧が始まり、コンフラリアは、 地下組織化して、仏教、神道や土着の民間信仰を装い、南ン神やマリア観音を報じ、神棚にはロザリオを隠すなど、偽装気境を共謀した。特に、春日集落では、集落内の丸尾山や背後にそびえるヤスマンダを、要怪の対象とする自然崇拝の要素も取り入れ、オラショを密かに唱えるなどしたことで、本来のキリスト教の教義から乖離した。 1873年に禁教令が解かれた後も春日集落ではカトリックに復帰せず独自の信仰を続けているため教会堂が設立されていない。また、明治以降、活動が公となったコンフラリアを継承したキリシタン校が営まれてきたが、2007年頃に活動が休止したとみられる。春ス集落は安万岳から伸びる二筋の尾根に挟まれた。 長さ1キロほどの谷状の地形上に位置する。工作地は1100ヘクタール。現在では、長崎県道19号平戸田平線が、春日集落を通過するが、その開通以前は安満だけ中腹まで、上り中の地区へ抜けるか、船で立野瀬戸を渡り、対岸の行き着島の間裏へ行くしかなく、外海から遮断されており潜伏キリシタンが、密かに暮らすには、最適だった。 古くは、畑作と魚老が営まれていたが、江戸時代に年貢徴収目的で、平戸藩が田んぼ整備を奨励したことで、棚田が形成された。棚田は安万岳から流れ出る清水を利水し、同じく安万岳を構築する安山岩を用いて積み上げている。その石積み技術も、行き着島の石膏によるものと目されている。特徴は、棚田が、 海岸の海抜0メートルから標高150メートル付近まで狭い谷間いっぱいに連なる景観である。棚田の範囲や配置、道や宅地の位置は1866年の安満竹六図と1872年のあざずに描かれた状態とほとんど変わっておらず、県道も棚田の屈曲に沿って通過するように作られたため景観を損なわずに済んだ。行きつきでは、 大正時代から昭和初期に掛巻網漁と煮干し製造業が盛んになり大量の焚き木が必要となったことから、春日集落では安万岳一帯の雑木林から焚き木を供給した。1965年頃まで春日集落の農業における肥料は館裏から持ち込まれた下越えに依存しており、亀に下越えとともに生ゴミや海藻を入れて発酵させたものを用いていた。 その後、海岸にコンクリート製の貯蔵層が各個別に設けられたが、現代では廃棄物の処理及び清掃に関する法律や肥料取締法により使われることはなくなった。カスガの稲作は早場米で9月中旬頃までには借り入れを終える。2011年よりカスガの棚田米として一般販売を開始。2017年には棚田米を バチカンのローマ法王へと献上した。近年、イノシシなどの獣害が多発していることから、集落の棚田はすべて柵で囲われており、他に降りて、石積みに近づくことはできない。棚田警官海側の定置棚田と丸尾山を望む丸尾山越しに、棚田から海岸までを望む偽装気業のために1761年に祀った三外万礼碑と、 石仏かすが神社の土台は、五岩堤防を兼ねた石積み。ありがとうございます。